これで水晶玉が3つ集まったね、メイル。あと1つだ。あと1つ。最後の水晶玉はあの城の中にありそうね。行こう、メイル。ここを突破すれば、いよいよ町の財宝とご対面よ。タト、ガウ、私のために頑張ってね。君の悪い城だ、ガウ。申し訳ありません、ガイストレイス様。封印が奴らの手に渡りました。貴様の部下は無能な奴しかいないようね。お前もその一人なんじゃない。貴様に任せたのが間違っていたのかもしれん。これ以上の期待は望めんのかもしれん。そう責めるな。封印など我らが復活すれば無用なもの。降臨の支度は進んでいるのか。もちろんでございます、ガイストレイス様。そうか、再び我らはこの地上を制する日も近いということだ。頼んだぞ、アルカザール。待て、何用でこの城まで来た。誰だ。レオファルト・アルカザール、この城の城主だ。ちょうどよかったわ。あんたが水晶玉を持ってんの。口の聞き方を知らぬ小娘が。ここは魔人と化け物たちの住む城だ。貴様のような者が来るべきところではない。うるさいわね。私はその化け物たちを倒して魔人を封印するために来たのよ。そこどいてよ。よかろう。だが魔人を封印することはできぬだろう。